どうも、谷プラさんでございます。はい、久々ね、まあ、こんな格好してますけど、ちょっと崩れてますかね。はい、ですね、まあ、ぼちぼち、ドリーム50の方はね、組み立てです。組み立てというかね、どんどん仕上がってきてるんですけども、ここでですね、パーツをゲットしました。でも悲しいんですよ。こればっかりはね。ちょっとね、よ、キャブをつけるのに、吉村のキャブをつけたいなと思ったんですけど、そしたらですね、ビットマニホールドっていう、ちょっとね、エンジンからキャブを接続するための、こういう、変換のね、インマニと言われてるものがあるんですけど、それがですね、もうシフトアップっていうメーカーから出てたんですけど、もうね、もう生産終了ということで、まあそりゃそうですよね。ドリーム50が1998年6年7年ぐらいで発売されて、まあ長い月しか経ってるんで、もうパーツがないと。まあいろいろね、ネットショッピング調べたんですけど、なかなかもうね、在庫切れみたいな感じというか、欠品というか、もう生産終了という感じになってまして、まあしょうがないなと。そしたらね、そこをつなぐものがないんですよ。でね、まあ竹川の方で、キャブキットがあるということで、今日早速これ買いました。吉村に変えようと思ったんで、正直言って、キャブはいらないなと思ったんですけど、まあ、キャブ付きじゃないと売ってなかったので、それでちょっとね、キャブとインマニセットを買いました。もうしょうがないもん、これないから。それでですね、こちら、早速届きまして、あ、でもあってよかったなと。ね、はい、じゃじゃーん。はい、来ました。竹川の、もう、パッケージがもうね、いっぱい竹川のパッケージですけどね。はい、ありました。それで、もうキャブセットでございますよ。まあね、よいしょ。はい、これで、じゃじゃん。はい、来ました。EP24 キャブセットということで。いやね、ちょっと僕はね、正直、これを買うにあたって、まあキャブレーターはあります、はい、パネルあります。僕の求めてたのはこれですね。はい、これだけが売っていればよかったんですよ。だけど俺がなかったんですね。はいはい、これで変換して、つけるわけなんですけれども、これさえあれば良かったんですけど、これが軽では売ってないんです。で、こっちが貴重ですよね。これが一番貴重かな。はい、これはなんかこう変換のね、ゴムなんてあるんで、まあ大きさによって変えていただければいいと思うんですけど、これです。このために俺は全部、買いました。あー悲しい。はい、まあしょうがないです。でも新品になるんでね、一回でもこのキャブをつけて、体感してみましょうね。それで、もうほぼほぼエンジン周りのパーツ揃いましたんで、じゃあちょっと皆さん、せっかくなんで、手元を映して、見てみましょう。まあこんな感じですよね。はいはい、こんな感じ。これファンネル出てますね。はい、これですね。要はこれが、要はちゃんとね、そうした経緯になってるということで、でこれがこうつくわけね。あ、こっちか。こっちにつくのかな。サイズ的にはそういう感じ。違うね。あ、こっちか。なんか、あれ？こっちのような気がするけど、そんなでかくなかったな。そんなでかかったっけな。まあちょっとわかんないね。よし。で、これをね、ちょっと開けてみましょう。まあ、新品キャブいいっすね。しかも大きいからね。おー、でかいんじゃん？これ。おっと、いいんじゃないですか、これ。よいしょ。じーん。もう長年、これはね、保管されてたパターンもあります。来ました。でかいね、これ。キャブがでかい。はい、こっちで、こっちがこの、
K の大きさになるのかな。ここにシャバッとはまりますね。はい、てな感じでございますよ。はい、これをね、ガソリンタンクからつないでやります。これしょうかな。いやー、ちょっとなかなかね、キャブって見ることないからすごいね。これワイヤースケンドかな、ミヨヨーンとね。よいしょ。はい、シュ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 ッとなるわけですね、これでね。面白い。なかなかさ、もうね、まあ一回これつけてみますよ。それで、これがな、これですよ、本当に。これがなかったんです。なかったの。はい。あ、でもガスケットちゃんとついてるから、いいか。ね、それでこれ取り付けて、はい。それで、これが取り付くわけなんで、まぁ、ちょっと皆さんこれはね、お楽しみにしてください。セッティングは大変そうですけどね。まあとりあえずこちらのね、パーツを取り付けていきたいと思います。完全にかっこいいね。いやー、ちょっとね、キャップがしょうがないです。もうこれで買うしかないと思ったんで、はい。まあこれがなかなか売ってないんですよね。まあなので、まあいいでしょう。とりあえずこんな感じでございます。はい、まあね、こちら新品キャブでございますが、こちらビッグキャブになりますんでね、だいぶパワーが出るんじゃないかということで、まあ、あと滝川の、ボアップキットなんで、まあ、相性はいいでしょうね。はい、でこちらね、問題のこれです。悲しいですよ。まあこれがあれば、これでキャブだけ買えばよかったんですけどもね。まあでもちょっといろいろ、今回ねですね、まあヤフーショッピングで買ったんですけど、クーポンと、すべて含めたらだいぶ安く買えたので、まあいいですよ。で結構もうこれ自体もね、多分プレミア価格がついてきてると思うんで、なかなかないですから、そういう考えるともう新品をゲットできてセットでできるという状態で、でキャブもですね、この大きいキャブを味わえるし、またちょっと変えて、吉村の、キャブに変えても、ちょっとなんだろう、テイストというかこうね、乗り味の違いとかもこう体感できると思いますんで、まあちょっとこれはね、いいんじゃないでしょうか。はい、まあてな感じでこちら、今回ですね、キャブキットゲットしました。これだけが欲しかったということで、まあちょっと、取り付けるのも楽しみにしてください。今回はですね、キャブをゲットしたということで開封いたしました。ありがとうございました。バイバイ。